はようございます。お願いします。はい。うお。ありがとうございます。勝ち取ったわ。はい。よろしくお願いします。さあ、ということでやってまいりました。私は初めて長野県上田市のとあるホールさんです。一体何に座れるんでしょうか。うお。目の前にあるから撮ってしまった。これクソ大じゃないよな。俺原作もわかんねえけど牛音たらに行くぜ。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は長野県上田市のとあるホールさんにて俺ちオレンジとはオレンジのうちっぷりをアピールすることである。故に何でもありその手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。ということで取った台は牛音虎初打ち。今分かってる情報は1セットが20ゲームプラスアルファで純増枚数が 2.7 枚ってことだけだね。感じ取っていきましょう。抽選人数がほぼ最後尾に並んだ人から聞いた話によると460人くらいいたらしいです。でそんな中私75番。460人もいたらね両番ですわ。75番、だってバチスロ打てるんだから。そして取った台は牛音虎、まあ、正直これは興味があったわけではなく、入っていきなり目に入ったのが牛音虎だったんで、うろちょろする前に取っちゃおうと思ってこのカード台取らせていただきました。さーて学んでいくか。 2.7 枚で20ゲームって結構どうしようもなくねえか。追加弱手強手、何か始まったわ。多分何も引いてねえぞ。槍の色レベル上げろ。はい、ほう、オーラの色が牛トラチャンスに直結。あーなるほどね。ちょっとこれにねふんわりとしか書いてなさすぎる。ボーナスのことが何も書いてなかった。試されてるなスロッター力が。まあでも過去最高枚数がね7500枚出てるんで、まあ7500枚は出かねない騎士っていうことだけはわかる。はい、さあこれでチャンスゾーンってことでいいのかな。これチャンスゾーンですね。まあ子役で初当たり抽選と、ネクスト狙いチャンス。狙いが出ると大チャンスって書いてあったけどね、ほんまか。青カットいいんだけど。いや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 全然大チャンスじゃないな。ネクスト狙いじゃない。はい、あーかかっとい、これもらったでしょ。おいおいおい、マジ、うわ、あーなるほど、そういう系か。あーそういう系の騎士か。いやーこの台ね700ゲームで天井で、さらに恩恵がある系の天井なんですけど、600ゲーム踏んだ今のこの前兆めちゃめちゃ熱いね。赤だもん。でしかも950ポイント溜まってるから、この全長10ゲームの間にそうこのねリリベを引いてしまうと多分ねレインボーになるんですよ。見ててください。はいね、これは確実に天井ストッパー。もうありえないくらいポイントがたまりやすかった。いやーきついですね。618ゲーム、投資が19000円。しかもこれ AT 確定じゃないですからね。マジとんでもないことになっちまったな。そうこれで10ゲームくらいしかないらしい。しかもこのギジボが、まあまあ狙わなくてもね大丈夫ですから。10ゲームでどうしろってんだこれ。まるでいいことが起こったかのように出てますけど、これは AD が確定しなかったギジボで絶対に行くチャンスを、まあ、ここで当てろってことなんだろうね。非常期待度が 33% あるらしい。戦隊撃破、急にバジリスクやん。いやー緑色なんだよな。いやとんでもねえ台に座っちまったみてえだな。このチャンスをやるのに2万かかってるわけだからね、大変なことになってまいりました。ああよかったわ確定。119ゲーム、投資が24000円。この台は投資スピードがマジ半端じゃないわ。この牛トラチャンスがメダル出ないからずっと通常値って感じ。さあ行きましょうチャンスゾーン、頼むぞ。さあレア役は初めて引くね。いや強手だぞ、さすがに大丈夫だろう。いや強手引いたけどね。
やーそうだよな、マジ安心したわ。ようやく投資止まりました。投資24,000円、14ゲーム。でこの絆って球を9個集めると V ストックになるとのことです。さあ結局 V ストックできませんでした。これおそらくここに球がいくつ溜まってようと関係ないと思う。継続率か V ストックで継続っていう仕様なんで、で俺がパッと見た感じだと継続率がマックス 89% ってことしか分かってない。ここのレア役はさらに何か抽選してくれるでしょう。弱者やけど、いやかなりまずいよね。マジ、うん、はい、うん、いやーちょっとものすごい台に座ってしまったみたいですね。僕24,000円使ってますからね、この台に72枚。お、急に花の刑事に変わったけど、はいはいはい。AT 終わったら絶対入るチャンスをだったと思う。ここで引き戻し率が結構高いから限界突破できますよみたいな。まあね、俺70枚しか出てないけど行きましょう。おい、レア役引いたぞ。弱者だけど引いたぞ。これダメだったってことかな。ダメだったってことっぽいよね。なんとなく一発告知っぽいゾーンだもん。めちゃめちゃ多いもんな文字が。はい、え、これ本当にどうしようもなくない？もう一回だけ 6.2 号機の可能性にかけてみるか。いや、この台のこと調べたら、なんとこの台にテロリラさんの曲とナビボイスが入ってるらしい。ものすごい偶然なんですけど、本当に超偶然なんですけど、俺は昨日初めて寺井一択さんとお会いしました。もうこの台何も起こんないし、ペロリナさんの声も未だに聞けてないから通常時に喋っちゃうけど、俺昨日ね初めて寺井一択さんとお会いして、新幹線乗ってたら俺こっち側に乗ったんですけど、この同じ列のこっち側にあのスクープ TV の寺井一択が座ってたっていう、めちゃめちゃオフの寺井一択だったわ。で寺井一択さんはねツイッターで確認してくれて、で俺がそのツイッター気づいてみたいな感じでちょっとだけお話ししたんですけど、まあ寺井一択さんはねその後になんか陰キャムーブをしてしまったみたいなツイートしたんですけど、まあ俺も陰キャなんで、まあ、陰キャと陰キャが一緒になった結果特に写真とか撮らなかった。せっかくだし撮りたいなって思ったんだけど、なんかすげえオフな感じだったから今は違うかと思って陰キャだから遠慮しちゃった。で今日この実戦で別に狙ってたとかではなく、入って本当に目の前にあったっていうのがこの牛音虎だったっていうのは運命的なものを感じますね。こりゃちょっと引きゃいいところを見せないといけなくなってきたな。これめちゃめちゃ下手くそだね。え、勝ったわ。めちゃめちゃ下手くそだと思ったらめちゃめちゃうまかったわ。はい、ということで317ゲーム投資がすでに32,000円で、こっからこの虚無の10ゲームを回してチャンスゾーンと、はい、行きましょうチャンスゾーン。いつもこんくらい、いつも200何十体残る。はい、いやーすごい台だなマジで。さあこれで確定しました。一周決めですね。はい、88ゲーム投資は34,000円。さあ行きましょうチャンスゾーン。初めて100体切ったわ。枠が赤くなった。残り31体、さすがに行けよ。デカプッシュ、いやーやりました。本日2回目の AT 確定。投資が34,000円、完走するしかなくなったぞ。この牛トラッシュで完走したら俺はもう牛音トラ全巻読むから。うい、キョーチェリー、はい、いや3個溜まってる、強チェリーのおかげだ。さすがにあと3個は貯められるだろう。残り20ゲーム、まさか20ゲームあって1個も貯めらんねえとはな。継続率勝負になってしまった。はい、絶望を感じよって言ってるけどめちゃめちゃ感じてるよ俺今。あんたが思ってる以上に感じとるよ俺。
いやなんかさっきよりもはるかに多いけど、てかさっきが異常に少なかったんだよね。210枚取れてるわ。まあそういう問題ではないんだけど、単発まあここでなんとかするしかねえわな。うわいきなり200。はい、うん、そうだよね。いやこれどうやって勝つんだ。全然ビジョンが見えない。まあこれ1周期目回した方がいいんだろうなと思うので回しますけど、さらにまた強チェリー。うわーそうだよね。コングラチュレーションって出るってことはさ、直撃じゃない。さすがに俺直撃だと思うよ。これウシトラチャンスだったらね、びっくりしちゃう。すんごいセンスだなって思っちゃう。すんごいセンスだわ。すんごいセンス、最先端だね。313ゲーム、投資が全部で39,000円。一応弱チェ引きましたけれども、はい、おーなるほどね。やめるわ、なんか中途半端に回しちゃったけど、まあ、引きゃいいと思ったんですけど、結果引けないしつまんねえし、41,000円使うしでかなり最悪な目にあったんで大移動します。いい思いしたら牛音虎全巻読んでやろうと思ったんですけど、ちょっと嫌な目にあっちゃったんで、読むのはからくりサーカスにしたいと思います。はい、ということで移動してきました。新花のケージ2L10-VH ですね。現在540ゲーム。この台本日なんと3万6000発も出てる生きのいい台ですね。はい、もうこいつで決着つけたいと思います。スロットで探したんですけど、空いてる中でいけてる台はなかったんで、もうパチンコかなと。 で見たわけじゃないですけど、もう抽選人数的におそらくスロットはフル稼働だったはずなんですよ。で今空いてる台ってことは、朝一なんとか座れた人たちが打った結果やっぱダメだってなってやめてった台なので、ちょっと打つ気にならない。あの牛音虎に41,000円使っちゃったんで、一瞬でまくるにはこういう騎士になってくる。エリザベス女王杯がクソ割れて負けちゃった。俺でも一着の馬はね来ると思ってたんよ。単勝買ってないけど、朝買うか迷ったんだけどね、1000円。まあさすがになと思って買わなかったんだよね。買ってたら6万だったわ。涙桜ゾーンには行ったわ、とりあえず。あ、頼むバカタレ。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。緑だけど後期か。いやいや、でも暑いよねこれね。よくわかんないけど、いや絶対暑いわこれは。しょ、いやー来てる来てるな。いやー、ふすまが地味なのが一番ダメなんだよな。そうだよな。いやそうだよな。もうこれ以上は戦えない。この次の投資で俺が傷つくのを俺が見たくない。もう戦えないわ。結局1回も当たりませんでした。当たりそうなリーチも来なかったわ。難しいわ。319分の1は807回転。もう戦えません。ということで総投資60,000円、回収0枚。これ以上やってももう取り返せる未来はない。もう別に雰囲気がいいわけでもないんで、これはやばいですね、店内状況。やるか。はい、僕の店内状況、敗者が絶対やってはいけない自分が打ってた台を見よう。あ、もうそもそも打たれていない。そりゃそうか、あんな不幸な目にあってんだもんな。はい、ということで店内状況、こちら別積み2箱、こちらですね、このギアスが別積みですね。4000枚出てます。でお隣のギアスも2000枚出てると。はい、そして絆2がこちらが2700枚、そしてこちらが2000枚、こちらが2300枚。はい、そしてこちらが番長3別積み、そしてこちらがものすごい量別積み、こちらも番長3、そしてこちらの別積みは正宗と。さあこちらの別積みがイニシャル D ですね、3800枚。さあそしてこちらの別積みはバイオハザード4500枚。
はい、こちらマクロスデルタが当日2800枚、ものすごく綺麗な勝ち盛り、そしてこちらがリゼロラッシュ7回3000枚出てますね。さあそしてこちらの別積みが日暮らしですね、はい、合算150分の1。さあそしてこちらの日暮らしは当日2000枚でこんな感じのグラフと、お隣も当日2000枚出てますね、こんな感じのグラフ、日暮らしがいい感じですね。さあこちらが花火当日2200枚で149分の1。さあそしてこちらの別積みも花火ですね、3000枚出てます、131分の1。はい、こちらの前座がすごいですね、合算86分の1、23の20。はい、こちらが21の14で127分の1、こちらも前弱です。さあこちらが15の20で131分の1、そしてお隣が22の18ですね、117分の1、こちらも前弱。はい、こちらが12の22で141分の1。はい、こちらの別積みも前弱ですね、102分の1、26の23。そしてこちらも前弱、128分の1、21の19。はい、こちらがファンキージャグラー109分の1、20の21といった感じです。以上、店内状況でした。はい、始まりました新コーナー、ゆとりの一発逆転チャンス、わーということでね、とんでもない映像を皆さん今見てきたと思うんですけれども、まあ、あんなことになっちゃった時はいつも何してるかっていうと、まあ僕ね、料理系 YouTuber の一面もあるんで料理をしてたんですけれども、しようと思ったんです今回も料理を、まあ、うちのコンロは一時期壊れてる疑惑があって、なぜか結局治ったまで行ったんですけど、最近ねちょっとお湯を沸かすためにコンロを使ったらですね、停電しまして、でどのくらいなら停電しないのかなと思って、こういろいろ消してやった結果、本当の暗闇じゃないと火が使えないことが発覚しまして、無理じゃんそれで料理するって、まあ、やっぱ料理系 YouTuber なのでコンロ使えないの結構致命的かなっていう、でじゃあどうすんのとなったわけですよ。6万円も負けて私はどうするかと考えた結果、まあ、取り返せばいいじゃないかと。以前ね1回だけ似たようなことがあって、で僕はねそれでついに競馬にベットしたわけですよ。その回がこれなんですけど、その時はね惜しかった、赤ずきんちゃんって馬にかけたんだけどね、なんなら赤ずきんちゃんその後も追い続けてるけど、あのレースが一番良かったまである。でしかもね、その動画の時には気づかなかったんだけど、実はその時3連単が芝生だったっていう、かなりドラマティックなことも起こってたんで、ここで負けた6万円全て取り返そうかなと。もう1レースで、もう今日土平日なんで中央競馬やってないんで、地方競馬になるんですけれども、笠松競馬で戦いたいと思います。もうまさに直近の12時55分発送のサラ系 C18 組間に合うんで、まあ、こいつでね6万円取り返したいと思う。でこれなんとね、おそらくだけどぶっちぎり一番人気だったであろうリーゼントジャンボが出走取り消しになってるから熱いかもしれん。でも一撃で6万円勝てるように貼るわ。前に1回だけ競馬やった時と違って、俺はもう競馬ねもうやってるのよ、もう普通に。だからもうあの頃よりか成長してるから、その成長見せるわ。もう分かりやすく俺がどんだけ競馬好きになってるかっていうと、ネット競馬俺スーパープレミアムコース登録されてるから。やばい、締め切り3分前。これ、ね、ネット投票は間に合うのか。えもうかけらんないわ。まあ、でもこのレースは邪険するわ。俺は今リコネクトっていう5番人気の馬に単勝で8000円入れようかと思ったんだけど、ちょっと剣するわ。これで笠松競馬の今の感じを見て、もう次のレースで勝負するわ。リコネクト、ゲンパチボロネーゼ、雪のレベッカかなと思ってたけど、まあ、リコネクトも単勝で勝負しようと思ったんだけど、ちょっと次のレースも見とくわ。おう、買ってたら外れてたわ。でも来ると思った馬が来たわ、ちゃんと。え、俺これ 5-2 で勝ってたらもう一瞬で6万まくって、もう大勝利だったんじゃないかこれ。いや俺ここに8000入れたらもうこれ大勝利だったのにな。でもまあまあまあいいやいいや、見えてる見えてる。ということで買いました。限りある時間調べに調べて、よくわかんねえパドックも見て、まあ結果パドックはよくわかんなかったけど、考えに考えた結果、さっきの第5レースと違って、これはもう間違いなくガチガチ1番人気2番人気で終わる。これはなので1番人気のランブラーという馬とアレンシュタイン、さっきオッズを見た時にここの馬連で4倍ついてたんで、もう1点買い2万円で、俺がこれを当てると今回の動画がプラマイゼロになってみんな幸せになるっていうか、俺が幸せになる、そういう動画でも色々見たけど、まあ、このねランブラーという馬はね強い、
少し不安なことがあるとすれば、前走がなんか結構ボロボロに負けてたけど、まあなんかあったんでしょう、前走は。もうランブラーがもう逃げて、そのままずーっと先頭のままゴールするでしょうと。で、このアレンシュタインっていうのがね、調べた結果、そう、びっくりしたんだけど、まあ、中央から来た子なんだけど、ディープインパクト産駒なんですけど、1億円したらしい、この子は。おそらくこの笠松第6競走、サラ系 C17 組、ここで走る中で最も高い子だね。まあ、ちょっとね、俺、笠松競馬のことを知らないから、みんなの自力があまりわかんないけど、さすがに勝つんじゃねえかなっていう。やっぱ中央でちょっとでも走ったことある馬、異常に強いんだよね。で、しかもこの子はね、2歳新馬戦で、まあ、東京で走ってんだけど、もう3着入ってるからね。まあ、素質ありでしょう、間違いなく。マジ頼むぞ、本当に。2万円ってだってもう地方競馬1日遊べるからね、2万円もあったら。そういう風に遊ぶべきだとも思ってる、地方競馬のことを。ランブラーのオッズが4倍になってる。単勝でよかったかもしれん。アレンシュタインが 1.8 倍になってる。56ね。いや、最悪だ、これ。最悪なスタートだったぞ、今。いや、スタートがひどすぎる、本当に。なんだ、今の。何今の。もう全然ダメだ。あ、でもアレンシュタイン来てる。てかもう、あ、もう全然ダメだこれ。なんで逃げなかったんだよ。いや、まあアレンシュタインはすごかったよ。いや、まあ確かにガチガチだったけど、俺がかけてねえ方だったな。っていうかもう全然違う。だって逃げねえんだもん。俺ランブラーは逃げると思ったから貼ったのに、こんな大金じゃなきゃあんないよ。今更来てんじゃん。だからやるもんじゃないんだよ、地方競馬の平場なんて。いや、もう悪いけど俺はもうかけらんないよ。もう地方競馬にこれ以上金入れたらわけわかんないからね。一発逆転チャンス失敗ということでね、この動画のトータル収支がこちら。もう地方の平場二度とやりません。はい、とんでもない目に遭いました。ということでね、こんなギャンブルの怖さも教えてくれるセブンズ TV 最新スケジュールはこちら。よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております、ぜひもらいに来てください。ということでね、今回もうただ負けに負けるだけの動画でしたけれども、負けてる姿が好きと言ってくれる方もいるんで、はい、負けてる姿が好きな方はね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、あ、ギャンブルってこんなに怖いんだなって思った人はね、ぜひ高評価の方をよろしくお願いします。はい、ぜひね、あの反面教師か何かに役立てていただけると、はい、幸いでございます。もうこの一発逆転チャンスというね、この新コーナーもね、本日で最終回ということで、今回の動画ではね、パチスロの怖さ、パチンコの怖さ、そして地方競馬の怖さとね、怖さ3連単といった感じでね、皆さんにお伝えできたんじゃないでしょうか。少しでも皆さんにとって有意義な動画になってくれたらなと思っております。はい、ということでね、またセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。